沖ノ島町は島根半島の北の海上に位置する島根県の離島部の沖郡に属する町の一つである。沖諸島に位置し、道後及び竹島全域を占める。沖ノ島町は島後の島々と島前に近い大森島と竹島が範囲である。 これらの中で最大の島が島後であり、沖の島町役場は島後に置かれている。道後は大満寺山を最高峰として、山頂の標高が500メートルを超える山だけでも、勝ツ山、横尾山、鷲上ガ時針山、大峰山がある。他にも、半島の部分も含めて、海岸近くまで複数の山々が見られる、山勝ちな地形である。このため、 島後の道路にはトンネルが目立ち、島後に作られた国道485号にも複数箇所のトンネルが存在する。また、島後には複数の幕府が見られ、その中の一つである断橋の滝は日本の滝百選に選出された。他にも島後にはいくつかの河川が見られ、西郷湾へ注ぐ八尾川水系には、銚子ダムによるダム湖も作られた。 島後の北端の沖に位置する沖の島は、大水なぎ鳥の繁殖地の一つとして知られる。また、島後の一部地域では、高尾団地性活用林が残る。これに加えて、沖の島町は、町花として、シャクナゲを指定しており、島後の東部には、沖シャクナゲの自生地が残っている。なお、島後の南西端の海岸付近には、人工的に松が植えられ、ヤナの松原として知られる。 沖ノ島町では冬に降水日が多い傾向が見られるものの、その他の季節でも降水は見られる。沖ノ島町の西豪湾付近でも毎月100ミリメートル以上の降水があることが普通であるものの、年間平均降水量は1800ミ、mm、リメートル程度に止まる。なお、冬には海岸部でも気温が氷点下に達する場合があり、降雪が観測される日もある。 沖空港西号港西号橋から見た西号港の港町の風景。沖野島町の町議会の議席定数は16議席である。沖野島町から選出される島根県議会議員の定数は1議席である。松江地方裁判所、松江家庭裁判所の西号支部と西号簡易裁判所が置かれている。沖郷土館沖野島町に設置されている学校は、 すべて公立校である。また、博物館として、沖郷土館を有する。沖野島町の市街局番は08512である。沖野島町に割り当てられた郵便番号は、685から00、XX685 から85、XX685 から86、XX685 か,から87 X X、XX 685から01、XX、685から03、XX、685から04、XX である。岩倉のちぶさすぎ。ありがとうございます。